投げ縄塗りで、楽に核廃棄講座。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんちです。今回の動画はですね、みんな核の大好き、廃棄の講座です。おお、医薬品に核のは嫌いだが。めちゃくちゃ嫌そう。まあそう言わずに、今回この絵を描くのに使った、ぜひ試してほしいツールがこちら。投げ縄塗り。でございます。投げ縄塗り？今回はこのツールで、廃棄を描く方法をご紹介していきます。投げ縄塗りツールは、なぜか、図形ツールの中にあります。なんでやー？ややこしいので、コントロールをしながらドラッグで、塗りつぶし系ツールの中に移動しておきます。別のグループができてしまうので、またコントロールドラッグで、塗りつぶしの中に入れます。おお、ツールの位置って移動できるんだね。カラーイラストならこのまま使って良いんだけど、今回はモノクロの漫画背景なので、レイヤープロパテの、縁をオンにして、縁の色を黒にして、描画色を白にして、背景を描いていきます。それじゃあ早速背景を描いていくよ。まずはメインの木の家の幹を描いて、別のレイヤーに扉を描きます。こんな感じでシルエットを重ねて、背景を描いていきます。おお、なんだかこの前のパース定規で雑に描くやつと似てるねー。その通り、投げ縄塗りは定規にスナップしないから、パース定規の時は使えなかったけど、その代わり今回みたいな自然物メインの絵や、パース定規なしで感覚的に背景を描くときに大活躍できるんだ。今回はほぼ投げ縄塗りだけど、建物はパース定規プラス図形、自然物は投げ縄塗りで、分担して組み合わせて描いても大丈夫だよ。木の幹が寂しいから、キノコを描き足していきます。木の幹の流れを調整してから、円形の木を描いて、ランプを描いてから、中景の葉っぱを描いていきます。葉っぱも何枚かにレイヤーを分けて、奥行きが出るように描いています。円形に木やキノコを描き足して、はい、これでイノベースができました。おお、すごくスイスイ描けたねー。これなら僕でもできそうな感じするよ。実際描きたいもののシルエットを、投げ縄塗りでひたすら描くだけだから、ものすごく簡単だよ。さあここからはひたすら地道に描き込んでいきます。まずはウサギのキャラクターからです。このキャラのデフォルメ具合を、背景の描き込みの基準にします。おお、かわいい。さあ背景を描き込んでいきます。まずはランプからです。ここから先の作画は普通に背景を描くのと変わりません。物の質感や形、立体に沿って、タッチを描き込んでいきます。なんだよー、結局ここからは普通に描くんじゃないかよー。アウトラインや全体のバランスはもうできてるから、あとは何も考えず描き込むだけで良いっていうのはかなり楽なんだよ。屋根の梁を描き足すんだけど、ここだけ、投げ縄塗りじゃなくて、折れ線塗りを使って描いてるよ。折れ線塗り？折れ線塗りは、塗りつぶしツールの仲間で、直線的な塗りができるツールだよ。手書き感が欲しいときは、投げ縄塗り、機械感が欲しいときは、折れ線塗り、で使い分けると良いよ。次は屋根の瓦をふんわり描きます。今回は絵本的な仕上がりにしたいので、立体の正確さとかは気にしません。次は木の幹を描き足します。鱗のような小さな樹皮のパーツを、木の幹全体に立体に沿って描いて、他のモチーフとの境界や影に、ペンでタッチを描き込んでいきます。奥の幹も同じように描きます。おお、樹皮描くだけでかなり画面が引き締まったねー。次は中景の葉っぱを描き足します。茎と葉の形の線を描いてから、葉っぱの面に沿ってペンタッチを加えていきます。葉っぱ自体が白で描いてあるので、後ろのレイヤーに黒をベタ塗りするだけで、葉の隙間を塗ることができます。おお、ちまちま塗り分けしなくて済むのは助かるねー。次は円形を手前の方より、少し暗めになるように描き足します。次は家の周りを描き足します。玄関のドアと階段を描き込んで、レンガの壁は、溝縁シルエットで描いて、クリッピングしたレイヤーに影を描いて、トーンを張って、少し削りを入れます。最後に落ち葉の地面を描き足します。まず地面に沿って掛け網を一掛け描いて、落ち葉が浮き上がるように、葉の影を暗く描き込んでいきます。階段との境目に、落ち葉を描いて、地面と階段をなじませます。
仕上げに全体のバランスを見て、陰影を書き足したり、トーンを貼ったりします。トーンを貼るのも、各モチーフのレイヤーのサムネイルを、コントロールクリックで一瞬で選択して貼れるから、楽ちんだね。そう、それがこの書き方の便利なところで。線画だけじゃなくて、その後の塗り分けや仕上げ作業全体が、めちゃくちゃ楽になるからおすすめなんだよー。最後の最後にキノコにベタ入れして、キャラの後ろにホワイト足して、完成です。投げ縄塗りで楽に描く背景講座、いかがだったでしょうか？これなら背景嫌いの僕でも、ちょっと試してみたくなったよ。投げ縄塗りは背景だけじゃなくて、人物やエフェクトにも使えるので、ぜひいろんなところで使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。